どうぞ。はい、お願いします。Departed from Torii Port.
戦国時代には戦略上重要な位置にあったため、
幾多の略奪戦が繰り返された後、江戸時代には静岡の駿府城への水軍の基地として、また現在の山梨県である甲州との交流の拠点として、清水港は重要な役割を担ってまいりました。明治32年には開港場に指定され、外国との貿易が盛んとなり、お茶とともにみかん缶詰などの輸出で栄えました。時代が変わるとともに、現在では国際貿易港として工業製品の輸出や原材料の輸入港として繁栄し、貿易額では全国で9番目にランクしている港です。Thank you.